サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。さあここからはあらゆる世界の本質に迫るサンスターオーラ2モーニングインサイト。クリスマスウィークの今週はフードコーディネーターお菓子料理研究家の森崎真由香さんをお迎えして、今からできるお家で美味しいクリスマスにインサイトです。森崎さん、おはようモーニングです。おはようモーニングです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組にお迎えするのは2回目となりますけどもね、改めてレシピ本の出版を中心に雑誌やウェブへのレシピ提供、テレビラジオへの出演など幅広く活動されています森崎さん。カフェやレストランでの経営権を軸に、身近な材料を使った家庭でも作りやすいレシピを提案され続けてるわけですけど、さあ今週はクリスマスウィークですからね、料理の腕を振るという予定の方も多いんじゃないでしょうか。ちなみに森崎さんのクリスマスの予定は？お仕事ですね。ご苦労様でございます、はい。そんなクリスマスですけども、まあね、それぞれね、金曜日ですからね、はい、結構忙しく動かれてお家に、そうですね、ね、はい、帰ってという方もいるでしょうし、そのままお外でという方もいると思うんですけど、やっぱりクリスマス25日はこうちょっとお家でね、はい、何か料理とお考えになっている方もいるでしょう、はい。先週はホームパーティーの取説特集しまして、手土産なんかを注目したんですけど、今朝はホームパーティーで食べたいクリスマスレシピの作り方特集します。まずはメイン料理におすすめのレシピ注目したいんですけど、今日はですねこんなテーマで森崎さんにホームメイドクッキングが楽しくなるメイン料理のメニューをご提案いただきます。今回森崎さんが提案してくれるお料理のテーマはこちら、ちょっと一工夫で女子力アップなパーティーレシピ。これ具体的に森崎さんどういうメニューですか？ローストビーフ、ちょっとリッチにローストビーフなんかいいんじゃないかなと思います。いいと思いますよ。ローストビーフ難しいでしょ？そうですね、普通に作るとちょっと焼き加減だったりとか難しいと思うんですけれど、そうそう、オーブン使えない、はい、そうですよね。そういう声が聞こえてきそう。うわー辛いとかね、作ってみたいけど、はい、どうしたらいいんでしょうこれ。今回は炊飯器で作る、はい、ローストビーフをご紹介したいなと思います。ちょっと待ってください、炊飯器でローストビーフを作るんですか？はい、聞きました、奥様リスナーのあなたね、これ具体的にこのメニューを選んでくれた理由は、やっぱりローストビーフが上手に作れるっていうだけで多分女子力アップだと思うんですよね。もうこれ女子だけじゃありません、我々男子もね、このクリスマスにローストビーフ作ったぞなんて言ったらね、そう間違いない。ちょっと待ってください、炊飯器で作る、ちょっと聞きたい、簡単に作り方教えてください、はい。そうですね、もう本当に非常に簡単なんですけれども、ちょっとまあ常温に置いて出しておいた牛肉の塊の、まあ、ローストビーフ用のお肉、今もも肉とか塊でこの時期だと絶対売ってるので、はい、そういったものに塩コショウをで味をつけてもらって、もう熱々に温めたフライパンでもう全部の麺を、はい、もう10秒から20秒ぐらいですね、ジュージューっていう感じで全部の麺を焼き付けてもらって、今のダジャレですか？なんか言いましたか？10秒程度、ジュージュー、あ、突っ込まない、ね、そうローストビーフをね、ジュージュージュのジュと、そうですね、はい、そしてしていただいたら、はい、もう本当に表面焼き付けるだけでいいんですけれども、ファスナー付きの保存袋を、ビニールの厚手の、ね、うん、はい、入ったものに入れていただいて、もうなるべく空気を抜くんです、きっちり、もう私は隙間からストローを刺して空気を吸うぐらいきちっと、なるべく空気が入らないようにしてもらって密閉していただいたら、あとはもう炊飯器の中に70度ぐらいですね、熱々じゃないお湯を入れてもらって、はい、お肉の袋を入れてもらって、はい、蓋をして保温で30分ぐらい、それでできちゃうの？はい、それでしばらく、まあ、できれば一晩ぐらいもう冷蔵庫でしっかり冷やしてもらうと、あ、その後に、はい、はあ、なるほど、はい、それでちゃんと中が赤い
綺麗なローストビーフになります。へえ、知らなかったというかそんな風にローストビーフって作れるんだ。普通はオーブン使ってやるんですよね。そうですね、オーブンで作るんですけれど、うん、どうしても中まで火が通ってしまったりとかすると綺麗じゃないので、あと独特なね赤身の部分の柔らかさが ね再現できなくてパサパサになっちゃったりするんですよね、うん、うまくできないんですよ、はい、いやでも炊飯器を使って今のような手順でやると美味しくできるそうですよ皆さん。さあこの後はクリスマスは和洋折衷か、ね、日本の伝統的甘味食材を使ってクリスマススイーツの作り方にインサイト。サンスターオーラ2モーニングインサイト。サンスターオーラ2モーニングインサイト。今朝はフードコーディネーターお菓子料理研究家の森崎舞香さんスタジオにお迎えしております。今年のクリスマスのホームメイドクッキング特集してるんですけれども、こう前半はね森崎さんローストビーフ、はい、しかも炊飯器で作る、ちょっと炊飯器の使い方ね、ちょっとバカ違いかななんてね勝手に思っちゃったりするんですけど、はい、大丈夫ですね。大丈夫です。ちゃんと空気を抜いて、はい、70度のお湯で30分保温やってみてください、はい、さあ後半はやっぱりスイーツじゃないの。今回はお菓子料理研究家でいらっしゃいます森崎舞香さんにある食材を使ったホームメイドスイーツの作り方伝授いただきます。その食材とはあんこ。森崎さん、これあんこを使った、はい、あんを使ったクリスマスにおすすめのレシピってこと、これ和の食材じゃないですか。そうですね、あんこは意外と洋風の食材にも合うんです、うん。今日ご提案いただくのはじゃあどんな、はい、今日はあんこときなこのチーズケーキをお持ちしました。あんこときなこの、はい、完全に和ですね。そうですね、完全に和なんですけれど意外と乳製品チーズだとか生クリームと相性がいいんです。へー、まあアンクリームみたいなのもねいろいろありますもんね、はい、ドーナツ系とかね。そうですね、どら焼きとかもありますよね、はい、確かにこの相性の良さをうまく使って、はい、チーズケーキ、はい、でもあんっていうのは炊くのが難しいっていうイメージがね。そうですね、またあるんじゃないかな、はい、みんな、うん、ちょっと手間がかかりそうなイメージはあるんですけど、まあ、実際炊く時間っていう風になると2時間ぐらいかかってはしまうんですけれど、ええ、割と放っておけるそのコトコト煮てる時間だったりとか蓋をしてもう火も止めちゃって置いておく時間だったりとかするので、なんかコツあるんですか。あ、そうですね、やっぱりその火加減だったりとかあんまりこうグラグラさせすぎないことだったりとか。最初小豆をこう水にさらしといた方がいいんですか。あ、小豆はそれをしないでいいので、うん、それが楽ちんなところを、ね、じゃあそのままバーッと炊いていいんだ。あ、そうです、もうだいたい他のお豆っていうのは一晩水につけるとかが必要なので。ですよね、はい、もう思い立ってもすぐはできないんですけれど、うん、小豆はそれがないので。じゃあ小豆はさっと洗って。あ、そうですね、でお湯というか、まあ、はい、水から、はい、もう煮立ててもらって、コトコトと、はい、はい、っていうか今日はもうねそのあんを使ってあんこのチーズケーキ目の前にございます。うわー、いや美味しそう。あ、下にあんが入ってるんですね、これね。あ、そうですね、これはクッキーの生地とあんことチーズの生地の3層になってます。はー、美しい、一番上はこれベージュと言ったらいいですか ね、はい、ねサンドベージュ的なきなこベージュって言ったら。あ、そうですね、きなこ、きなこベージュにチーズケーキ、ね、そしてチーズの色からあん、いただきます。うん、あ、きなこの香りが、はい、大丈夫ですか。あー、またあんの柔らかいこの優しい甘み、あ、本当にチーズと合いますね。本当ですか、よかったです。また噛み締めるとまたきなこが戻ってくる。いいな、これは、これは海外の方もきっと好きですよ。そうですね、うん、うん、うん、これをクリスマススイーツに、はい、いかがですか皆さん。洋でこう攻めないでね。そうですね、うん、日本人なんだもの、日本の食材で自分でしっかりと炊いたあんでおもてなし。ちなみにおすすめの
なんかあんこってあるんですか。おすすめのあんこ、そうですね、他おすすめのあんこってあんこ、はい、聞き方もどうかと思うけど他にも先ほどおっしゃってたみたいに、生クリームとかとも合うので、はい、ロールケーキとかにも合いますし、プリンの下に、あんこスイーツとして、はい、沈めたりっていうこともプリンの下、なるほどね、はい、そうか、こう食べていったら下からあんこが出てくるみたいな、はい、万能ですね。万能ですね、あんはね。このあんこを使った美味しいレシピが満載のレシピ本、森崎舞香さんのあんこのおやつ、こちら発売中です。それから、来年ですけども1月16日になんかイベントがあるんですね。あ、そうですね、うん、これはコレド室町ですか。はい、の富澤商店さんっていうお店のスタジオ、はい、クッキングスタジオで、うん、今回のレシピ本の中から大福のデモンストレーションを、はい、これも中身はあるんじゃないですか大福もね、なかなか自分で作るの大変なんですよ、これお餅がねって思うんですけど、これもすごく簡単なんです。どう電子レンジで作りますレンジで、はい、お餅作れます。ちょっと待って、ゼロから。ゼロからですね何分ぐらいで。あ、もう本当に大福自体あんこさえあれば20分もなくて全部出来上がり。それ出来合いのなんかなんとかの切り餅みたいなの使うんじゃないですか使わないんです。使わないの。はい、ちょっと皆さん、これは炊飯器もそうですけど電子レンジもうまく使った、はい、森崎舞香さんのあんこのおやつ発売中ですからチェックしましょう。そして1月16日土曜日、コレド室町内の富澤商店でどうやってレンジで大福作るか見てみたいね。え、 YouTube でアップしてほしいクリスマスもお仕事だということですけども、はい、今年のクリスマスはじゃあちょっと和洋折衷な感じで、はい、和と洋をうまくバランスして皆さん楽しくホームパーティーあるいは家族とともにお過ごしになってみてはいかがでしょう。今朝はフードコーディネーター、お菓子料理研究家の森崎舞香さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。